あきちゃんのママチャンネルへようこそ。高橋あきです。そして高橋ゆうじです。夫のゆうじが今日は来てくれてます。お邪魔します。チョコも来る？あ、お願いします。お願いします。ピース順です。ピース、はい、よくできました。はい、というわけで今日は夫婦の質問コーナーをやってみたいと思います。いろんな、いろんな質問が飛んでくるので、その質問について私たちが答えてるから。ちょっと怖いね。大丈夫？喧嘩起きない？大丈夫？喧嘩起きてもいつも俺がまあ折れるから。いや、折れるとかじゃないじゃん。大丈夫です、大丈夫です。私怖いもんね。大丈夫です。シリンに敷いてます。はい、じゃあ早速スタートしていきます。どうぞ。はい、なれそめ。これはもう簡単だよね。私が扁桃腺の手術で、あの手術をした時入院してて、私の知り合いがお見舞いに来る、この後知り合いとご飯食べるんだけど、その人も一緒にお見舞い連れてってもいいって言われてきたのがユージでした。その時どんな気持ちだったのか。入院してる人でしょ。いや、もう入院してるし知らんから、いや申し訳ないな、しかも女性っては聞いてたから、申し訳ないなっていうのがあったし、入った瞬間にノーメイクでメガネドーンってかけてて、あ、ごめんって思った。ごめんと思った。うん、すごいのび太くんみたいな。そうなの、ちょっと目が悪いから、度が強いからね、目がね、こうちっちゃくなるよね。しかも、こんにちは。そう、点滴まだつないでたよね、多分あの時は。だから顔もパンパンで、やばかったね。っていうのが慣れ初めです。退院祝いで一緒にご飯。で、その時初めて LINE 交換。ライン交換、そこで初めてして京都デートをする。僕は京都にいたので京都に遊びに来る、じゃあ僕が案内するよっていう形で京都を案内 して、うん、初めてデートじゃない？で、その後のデート、その後からトレーニングキャンプが始まって会えなくなっちゃう、うん、で僕が告白しました。それが始まりです。そうだね、はい、だから本当に付き合うまで会ったのが3回とかだよね。そうだね。2回目と2回目のご飯会の時にもうしっかりメイクしてきてたんで、多分そこののび太くんからのこれがすごかったでしょ。ちゃんと完成したのが、そう、こうぐらい、そう、これがすごかったです。なんと、ありがとうございます。ここがすごかった、この伸びしろが、本当にやばかったところからなんだからね。そうやね、そうやね、うん、あれもし逆に出会いが普通にご飯会とかで出会ったら多分つけてないかもしれないもんね。いや、それはそう、この振り幅がなくて、それはそうかも。ギャップにやられたでしょ。しかも病院っていうちょっと出会い方が良かったかもね。あ、本当？なんかイケメンが来るよって来て、でも私顔がタイプじゃなかったって言ったらめっちゃ失礼なんですけど、顔がタイプじゃないんですよ、私のストライクじゃないから。でも背が高いなみたいな、でかーみたいな、それが第一印象、でかー、めっちゃでかー。じゃあ顔はタイプじゃないと。タイプじゃない、顔で選んでない。顔で選んでない、顔で選んでない。どんな気持ち、それ、どんな気持ち、顔で選んでない。いや、嬉しい、内面を見てくれたんっていう、嬉しい、嬉しい。でもかっこいい、内緒かっこいいよ。ありがとうございます。これなんだっけ、なんだっけなぁ。あ、覚えてるよ、私は。シンプルに付き合ってください。絶対そうや。違うよ、絶対そうや。うん、会えへんくなるな、付き合おっかみたいな感じ。違うよ。何言っていいの、うん。言ってない、言った、めっちゃ覚えてるもん。送ってくれて最後、うん、時に、あ、うん、好きになっちゃったかも。カモってなんだよと思ったの。なんだけどその後にちゃんと付き合ってくださいって言ってくれたから、好きになっちゃったかもじゃないんだ、付き合う、あ、じゃあ付き合いましょうってなったんだよね。照れ隠しやん、言うたら。照れ隠し、カモって何よって思うじゃん。いきなりだったってさ、もう好きになって、好きになってって言われたらさ、引くやん。ちょっとこうマイルドに包みたかったやな、照れ隠しも含めて。100点、まあ、覚えてるでしょ。でもそのカモつけたことによって100点や。そう、熱いわ。熱い。でも覚えてるでしょ。言った言った言ったでしょ、うん、最後の言葉合ってました。結婚してください。もうほんとシンプル、いいなんですね、はい、同棲もしてたので、まあね、それは流れがもうあって、でも結婚する時期が大体一緒に相談してて、指輪見に行って、指輪買って、買うとこも一緒にいて、
結婚してくださいだよね。それなんかザ王道のプロポーズみたいな感じはしてないよね。ないですけど、まあ家で。でも一生忘れないです。いい意味でね。いい意味でね。いい意味でね。そう、忘れないです。好きなところ、じゃあ私からでいいの？俺から行く。何を？いいよ。好きなところ。うん、好きなところ？いやそんなそれ常に言ってよ。なんでそんな悩むの？まず人を周りを大切にする。僕の方の家族であったりとか、まあ、自分の家族はもちろんで、その周りにいる友達とかをまず一番に考えてるっていうのが好き。同棲して毎日やっぱ料理もするようになって、どこ食べに行くよりも家での食事が一番美味しいです。嬉しいね。っていうのはほんまに外食して、その後次の人が作ってやっぱ家が美味しいわって言ってくれるよね。ありがとうございます。そう、嬉しい。あ、料理のモチベーション上がりました。ありがとうございます。あとちゃんと女性としてその身なりを気を使ってるというか、服も好きだし、うん、そういうところはいいなと思いますね。うん、ありがとう。で、見た目は僕目が大きい人が好き で身長も高い人も好きで、そう思ったの、知らなかったっていうことです。背が高い人が好きっていうのは知ってた。じゃあ私、ユージ好きなところ結構言ったの、俺はね、言ったのびっくりしちゃって、びっくりしちゃって。まずめちゃくちゃポジティブなところ。育児が始まって結構マイナスになることとか落ち込むこととかもあるんですけど、前向きなアドバイスをくれたりとか前向きな意見をくれる、本当にそれがめちゃくちゃポジティブでいいなと思って、あと根っからめちゃくちゃ優しいんですよ。あの、私に対して家族に対してじゃなくて、周りも自分に関わること全てで優しい。でも誰にでも優しいじゃん。普通いや優しいって、ね、そう人にも。だから逆に言うとたまに自分もちょっと自分のために何かすればって思うぐらい優しい。優しいとこが好き。付き合ったりとか結婚するときに絶対こういう人がいいなっていう人が、こう遊び心を忘れない人。めちゃくちゃ真面目だし、しっかりやるところはやるんだけど、なんかちょっとそういうリラックスした時とかに遊べたり、なんか楽しいことをすごく思いっきり楽しめたりとか、少年心を忘れない人っていうのが私。それ一緒やんな。うちも子供みたいだもんね。それがなんかめちゃくちゃあって好きですね。あとはね、顔さっき顔はタイプじゃないって言ったからこの付け足した感じ。普通にサッカー選手だからとは特別視することはなかったです。まあやっぱりその生活面とかではやっぱり同棲し始めた時とかにやっぱりそのサッカー選手で移籍があって九州に行ったので大変だな。でも私がやっぱり同棲とかしてくこれから先考えていくならそこは私がこう馴染んでたり理解をしなきゃいけないところだなと思ったので。だからもう毎日見てて大変だなとは思います。週1回の試合、週2回の試合に向けて本当にコツコツやらなきゃ。だってオフの時もオフシーズンっていうのがまああるんですけど、1ヶ月2ヶ月長いところ2ヶ月ですね、オフシーズンあるんですけど、その時でも毎日動いてランニングに行っちゃうんですよ。朝早く起きて行ってきまーって筋トレ行ってくるわみたいな。休みも休みじゃないってところすごいなと。でもスポーツ選手あるあるで、多分ね動かへんと気持ち悪くなる人は多いと思う。そうなんだ。何かしら散歩であったりとか、歩くだけでもいいけど動かへんと気持ち悪くなっちゃう人はいっぱいいると思う。AKB48 っていうのはもちろん知ってるよ。知ってるでしょ。誰もが知ってるグループやったし、俺らの高校世代だもん。そう、高校時代の時みんなファン流行ってた。流行ってたし、僕の教室のここには AKB のポスターが貼ってあったりもしちゃったよ。そうなんだ。私いたかもよ。そう、多分いんのよ、うん、ぐらいその有名なグループの人やから、うん、それを聞いた時は最初はもうびっくりしたよ。今でこそもうこういうご時世やからみんなマスクとかしてるけど、うん、この人こんな暑いのにマスクして、サングラスして、帽子深くかぶって深くかぶってしないじゃん。何してんやろっていう
大変やなって、もう変装しないバレたらあかんから、それはやりすぎだけど、本当に冬とかはマスクつけて帽子でした。だから今はもう普通になってるけど、その昔ってバレないようにしてると、やっぱりどうしても怪しい人みたいな、うん、もうそれより顔がバレるよりまあこっちの方がマシかなみたいな。だからね、私今のこのマスク生活別に苦じゃないんですよ。だから多分、うん、京都でデートしてる時、うん、よくしてたのが、俺が先歩いて、うん、10メートル後ろを秋が歩くっていうのをたまにやってた、うんうん、時、後ろに怪しい女の人がいるわけやんか、うん、多分周りから見たらこう、高橋裕二を知ってるファン、サポーターの人からしたら、でこうすれ違って後ろから怪しい女の人が通るから、あ、高橋裕二ストーカーされてるって多分思われてると思う。いや、それって思ってないよ、思ってないよ。いや、思われてると思う。そのくらい、そのぐらい怪しかったんですよ。でもそのくらい、でもそれが私スタンダードだと思う。いや、大変やな。いや、大変。特に付き合ってるプライベートがないって大変やなと思って。見た目も維持しながらずっと綺麗にいないといけない。維持します。維持し維持します。頑張って、頑張って頑張るね。はい、次お願いします、はい、やっぱ時間が解決してくれるっていうのが、まあね、なんかお互いやっぱ、ね、落ち着いてからやっぱ話せる状況になる、うん、それまではもうお互いがちょっと距離を置きます。やっぱりちょっと本当にちょっと前に喧嘩したんですけど、その時もまあどっちかが最初に謝りますよ。謝ったりするんですけど、でもその後もやっぱ不穏な空気が流れるんですよ。でもそこでどっちかがまた突きかかりたくはなるじゃないですか。じゃなくてさ、あれさって言いたくなるのをぐっと我慢して、とりあえず距離を取ってっていう感じだよね。どっちかがぐっとこらえてるだけばっかりだとちょっと難しいくらい。バーねー。時間を置いてこう離れて考えると、なんでこんなことで喧嘩してこんなストレス抱えなあかんやろって思った。わかるわかる。だからその喧嘩してるのが無駄やな。私やっぱ同じ家に住んでて同じ場所に帰ってきて同じ時間を過ごすからこそ、悩んでる時間とかがね、もったいなとか、うわ何この時間、いや嫌だなってなってくると、なんかあっという間にこう治ってるよね。夫婦仲良しの秘訣は、じゃあ夫婦仲良しの秘訣は、俺が大人。え嘘です。違うじゃん、うん、俺が大人じゃないよ。何、うん、私の大人。おい、私が大人。夫婦仲良しの秘訣は、でもよく、うん、よく話し合う。めちゃくちゃ話し合うし、喋るよね、うん、もう、そう、純がいたとしても、二人の時間を作るね、ちゃんとよく喋る。今日どうだったとか、こういうことがこっちも聞くし、秋からも聞いてくるし、そうだし、なんかこう世の中に何かがありましたら、これについてこうなんだけど、どういうことかなとか、そういうなんか本当にちょっとしたことを同じ話題で話すかな。そうそう、それが大事だね、多分。あとはなんかまだ分かんない、ね、ベテラン夫婦いっぱいいるから、ね、でもやっぱり私は、でもあれだよ、夫婦の秘訣としてはユージが喜ぶこと、やっぱ相手に喜ぶことを意識はするよ、うん、喜んでほしいんだと思うんですよ、単純に。だから相手が喜ぶ顔を見たいっていうのがどっかに絶対あると、あ、それはね、そうそう、なんかハッピーになるかな、家庭がハッピーだよ、ハッピーだよ、ハッピーだよ。それこそ昨日ね、プレゼントしたんですよ。あ、聞いたよ。しました。ジェラピケですよね。そう思ったらね。寒いから。寒い。そう、私がその日の朝に、まあ、ちょっと何日か前にジェラピケ欲しいなって言ったプラス、その日の朝に寒かったんだよね、めちゃくちゃ。寒くて。鼻水ダラダラで。そう。寒いよ、寒い、夜寒いみたいな感じだったので。で、長袖、長ズボンのパジャマがなかったので。嬉しくて言っ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 て、そう、ユージがジェラピケ買ってきてくれたんですよ。で、そうそうそう、あー嬉しい、ありがとうって開けてみたら、なんとそこには私とユージのパジャマが入ってました。多分自分が欲しかっただけ。いや、欲しなるやん、うん、一緒の。しかもね、可愛いのがお揃い買ってきてるんですよ。一緒のパーカーに関しては本当色違い、サイズ違い。バーで嬉しかったでしょ。めちゃくちゃ嬉しかった。でも本当にそうだよね、ちょっとした生活の中でも、生活の中でもね、なんかちょっとずつ、なんか相手が喜んでくれること、私だったらなんか今日のご飯何しよう、あ、ユージ、あー、そうだね、あー、そう、
なんか友人が喜んでくれるご飯を出そうとか、なんかそういうところでもいいから相手の喜ぶ顔を想像して生活するとうまくいくかもしれません。こういう質問なかなかね答える機会なかったから、そうそう。そうね、はい、というわけで夫婦の質問答えてきました。じゃあ今度さあのさ買ってくれたジュラシックのパジャマで夫婦時間どうよ。夜ね。そうしようね。絶対今日の夜とかに。え、ていうかユージさ、アキの好きなところなんだっけとか絶対聞いてくる。絶対聞いてくる。そういうタイプです、ね、よくお分かりで、うん、っていう感じなんですけど、あとね、たまにはこういう夫婦の Q&A も楽しいですね。そうやな、面白い。はい、というわけで今日はユージと一緒にお送りしました。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。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 バイバイは、うん、